来たんで、調子はだいぶいいです。走ったことのない場所なので、ちょっと不安なんですけど、しっかりいつも通り臨めたらいいなと思います。200も400も予選から全力を出し切って、上のラウンドに進んでもタイムを落とさず、しっかりと走って、決勝もいいタイムを出して、2つとも入賞を目指すんですけど、400を確実に上に上がるためにリカバリーをしっかりして走っていきたい。